杉山幸章です。こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。あの今日ね、下かな、工事やってます。ってなってるでしょ。これは工事です。でもですね、こんな状態でも、ね、動画を撮りたいと思って、今撮らせていただきます。ちょっとお聞き苦しいと思いますが、すいません、ちょっと我慢していただきと思います。今日はですね、どんな譜面を使ってるのっていうご質問をにお答えしようと思っております。これね、この前にこの以前として本当に弾いてるんですかとか、キーボード弾いてたんですかとか、もうそういう方もいらっしゃるんで、譜面台が立っていて、キーボードこうね、ステージの真ん中の場合、グランドピアノじゃなくて真ん中の場合ですね、見えないかもしれない。なので譜面だけ見て、僕はこうやって手だけこう体だけでやってるようにも見えなくはないなと思います。でもですね、キーボードも弾いておりますし、譜面も使っております。なのでキーボード弾いてます。それで譜面はですね、どんなのを使ってるかっていうと、こんなのです。歌のメロが書いてあって、その上にコードが振ってあります。ドミソラとかドファラとかね、レファラのファのシャープだとデーとかですね、そんな感じの、こういうですね、見えなくてももうしょうがないと思って出してます。メロの一段譜って言えばいいんですか、もうすいませんね、なんかこれ専門用語になっちゃうかもしれないですけど、メロ譜って言うんですけど、メロディーが書いてある譜面と、あとコードが書いてあって歌詞が書いてあるというですね、譜面を使って、キーボードを弾いてます。会場にですね、休み時間にキーボードのところに譜面を置いてあって、それでもってですね、僕たちが裏の方でバタ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 用意してると、お客さんがですね、とことこっと歩いてきて、譜面をちらっとかってこうやって見てんのね。それでまた、あら、こんなんで弾いてるのっていうですね、ピアノの譜面があるかと思うらしいんですけど、ピアノの譜面はありません。そういう譜面置いてなくて、歌詞とコードと和音ですね、和声ですね、和声とブー出てますか、すいません、これでちょっと今日我慢してください。そういう譜面を使ってます。あとですね、どんな曲をって言うんで、ちょっと今日は譜面の束のところからパパパパって抜いて、紹介しちゃおうと思って、例えばですよ、灯火ですね、灯火の、譜面がここにあるんですけど、夜霧の彼方に別れを告げですね、これとか、あとですね、汽車を待つ君の横で僕は時計も気にしてるっていうですね、名残雪ですね、そうでございます。あと、愛の参加でございます。あなたの燃えるてね、あとですね、あざみの歌でございます。あざみの歌、山には山の風鈴あり、飛行機が離陸するように歌ってください、なんかちゃって言うんですけれども、本当にそういう感じです。山には山の憂いあり、とかあざみですね。あとですね、ここに今日ちょっとパパッと4曲ぐらい5曲ぐらい持ってきたんですけど、このヒロインの腹いっぱい咲く花をですね、この広いの花いっぱいの、曲でございます。こういう曲をやってます。まだですね、演歌はやらないんですかって言われることがあるんですよ。やっております。演歌もやっております。でもあんまり多くないかもしれないですね。童謡唱歌もあります。なんかですね、やむちゃ
もうイメージはやむちゃでございます。もういろんな曲が、いろんな曲がもう節操なしに。もうですね。で、後半はリクエストをダラーッとやっておりますので、もうあっち飛んだりこっち飛んだりになります。もうそこにいるお客様の、カスタマイズですね。もうそれにお答えしています。ですので、休憩の時はですね、リクエストの曲目の譜面を出すので、ダラーッとバタ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 ってね、それで、そのまんま、出ていくっていう感じになって後半が始まります。そんな感じの歌声でございます。皆様ですね、どうぞ、楽しんでいただければ、歌で会いましょう、楽しいを作りましょうです。歌声っていいですね、歌声っていいですね、歌っていいですね。それではまたまたまたお会いしましょう。